なんかトラビスはね、元気になったんだろうな。今度フリーダムトレイルをたどる。コンバットゾーンってこれやばいとこなんじゃないかとか。バックストリートアパレルも行かなきゃいけないんだけど。トレイルに行こうよ。ちょっと服着替えるか。あ、そうだ。これ市長さんの家行きたいんだよな。なんか美人の人がいるって話。ジョンとキャシーの家？ああ、これ新聞社だ。ファロの地下室。パブリックウォーク。すごいね。何箇所もいる。手術室。ホームプレート、ホームプレート。ドクター・スーン、倉庫。ダグアウトイン。ラティマーテ、ゴッドマン、コッドマン、コロニアル酒場、ホーソン。ん？俺動かないよ。ポリーの家、全州教会。無理、市長の家がわからない。校舎、セキュリティオフィス。マーナの家。わからん。腹が減ったならパワーヌードルで軽く食べてこい。ロボットに話しかけるからさ。ホームプレート。で、これ俺の帰り道じゃん。あ、ここ上がったらどうなるの。メイヤー、ああああ、あ、これで市長さんのとこ行けるのか。美人市長に会えるわ。なんか完璧すぎて人造人間に間違えられてる的な印象。ここか。わあ、うまくできてる。おお、秘書は？市長の周りで変な真似はするなよ。いや、市長どこにいんの。これが完璧なジェネバー。市長は馬鹿げた人造人間のことについて話すつもりはありません。居住許可を求めてるのでなければ力になれないわ。居住許可を求めてる。許可について聞きたい。一軒可能な家があります。町の中心地にあって、マーケットのすぐ隣よ。インテリアで改装することも可能ですし、家具を作る道具も全て無料でついてきます。家買うよ。買いたいんだが金が少し足りない。家はどこにも行きません。またの日にされますか。寝てんのかな。そうか、なんかないの方法は。何かご用ですか。居住許可かしら、それともお仕事を探しに。お仕事も。仕事は？仕事を探している。傭兵タイプかしら。オープンな懸賞金はあまり多くないわ。マーケットの指名手配書をチェックしてくださいね。わかった。必要ない。ではまた後ほど。2000あったんだけどな。市長さん、ダイヤモンドシティでの滞在を楽しんでくれ。いや、この辺で失礼。ゲー、お金1942、あと60。
古いお札売ってこようかな。よ、おまわりさん、問題起こしたら痛い目に遭う。分かった。やべえな。わ、すごい、帰り道が分かんないよ。どっから来たんだっけ。あ、ここだ。お楽しみいただけましたでしょうか。すげえなこれ。おお、お、落ちたよ。どこに落ちて2000か。ああ、ここに住みたい俺。た、荷物全部こっち持ってこよう。新しい選択肢。北西の方角にですね、サンクチュアリーという居住地ができたみたいです。おお。彼らには幸運を祈りたいですね。サンクチュアリー。生き残れるように。それにどうやら、ミニッツメンも関わっているみたいです。彼らって、クワッターという武器はいい代物だ。ウォークローミングの話でも、戦技してでも、そこが君の好きなところだ。その、いいんじゃないですか。自分をわきまえている。役に立つこと以外は何もしようとしなくて。ダニー系が文明について何をしてるんだろう。シビライゼーションって、これどこ。ゴッドマンって。お、誰かいるよ。給仕するようプログラムされていますが、あなたに対しては軽蔑を込めて給仕します。注文が決まったら知らせてください。なんで軽蔑込めてんの。こんにちは。誰？俺に話をするように言うのか？ん？そこにいる間は静かにして。人の毒でなし連中の騒音で。こらこら、声が聞こえねえよ、おい。なあ、ごゆっくり。どうぞ。違う違う、お前だよ。ん？ダメだよ、こいつ壊れてる。お前邪魔すんな。あ、こいつに向かってか。問題でも？いや。おや、話し方がわからないんでしょ。何か問題でも？全く問題ありません。プログラムによると、コロニアル酒場のお客様全員に給仕するようプログラムされています。間違いなお客様でも、センサーによると、あなた様はここに入れるにはあまりにもレベルの低い人間のようです。バレバレやな。多分。少し見てるだけ。承知しました。次回はこんなに愛想よくしませんよ。マジかよ。でお前と可愛いはしてんだよ。いや、町の仮想居住区に住んでるんだろう。もっと野望がない人間にふさわしい場所だ。ふんふん、なるほど。で、そこにいる間は静かにしてる。下のろくでなし連中の騒音で十分だよ。なんか厳しい人だね。ここはコロニアル酒場。へえ、いろいろあるじゃん。行くぞ。落ち着け。彼女まだ帰りたくないみたいだぜ。これは俺たち夫婦の問題だ。夫婦なの。口出しするな。まったく、ポール、なんであんたはいつもことを荒げてるの。ヘンリー、もう一杯ついでよ。いい加減にしろ、ダーシー。君に家に帰ってほしいだけなんだ。家に帰るわよ、後でね。俺にこんなことをするなんて信じられない。信じられない、どうしよう。膝で嫌な野郎め、妻から離れろ。そりゃまし、さっさと行けよ、バカなことをする前にな。クソ、誰。野望はやめて、ヘンリー。おお、あれ、やられちゃったじゃないか。ほら、さっさとここから立ち去れよ。家に帰るよ、ダーシー。息子の面倒を見よう。おい、おい、おっさん、おっさん、話せないのか。いつもならこの辺はもっと静かなんだよ。酒を買う金があるなら完璧な場所さ。そうか。原因は？揉めてる原因は？なんでもないさ。ダーシーは気軽に楽しみたいけど、旦那はそうじゃないからな。悪いやつじゃないんだ、本当。ちょっとヒステリーだからな。リラックスできないやつなんてつまんないよな。なあ、ダーシー。うるさいわね。
ポールのことを話すためにここに来たんじゃないわよ。そこのあった見たことない顔ね。気を利かせてドリンクの一杯か何かを奢ったらどうなのよ。分かった分かった。もちろん、こちらのお嬢さんにおかわりを。ええ、そうね。しばらくこの辺にいてくれない？きっと、いいお友達になる。いや、別にならなくて。お前のビールだ。真っ先に心をつかむよ。とにかく、バーをやってる。注文は？ここがあんたの場所か？そうだ。オーナーでバーテンダー。親身な相談相手。おー、なるほど。厳しい人生の中の小さなオアシスを提供して。素晴らしい。ところで、クックだ。ヘンリー・クック。何かあれば教えてくれ。分かった。少し見てるだけ。分かった。見てるだけだって。よう。ああ、迷ったのか。うん、そうだ。俺が話したいと思えば知ることになる。言ってることなんだよ、お前。日本語も重要人物だ。俺の時間を無駄にはしないことだな。何か欲しいのか。いいか、みんなが俺から何かを欲しがる。だからバカなことはするなよ。そうか。ああ。こんにちは。またダイヤモンドシティに愚かな貧乏人が残り物をもらいに来たのかい？そうだよ。すみません。スタンドに行くのか？あんたの医者はいいよな。なんか声が聞こえねえんだけど、こいつ。病気なのか？なるほど。よくわかんなかった。ちょっと高級ってことか。ってこともあんの？ああ、なるほど。わかった。ここはメイヤー。あ、メイヤーも行ったからいい。やっとわかった。おお、売ってるね。他に何もやることがない？いや、あるある。おい、お前がクインシーから来た例の商品か。いや、よ、そこのあんた。聞きたいことだ。うん。何が望みだ？以前、バーにいたよな。いたいた。あんた、バーテンダーを殴ろうとしてたな。何があったんだ？言うまでもなかったと思ったが、クックは俺の女房と寝てたな。そうか。見て見ぬふりをするべきだったのか。クックが彼女に飽きて、彼女が家に帰ってくるようになるまでな。それで何をすればいいんだ？やつのところに行って話をするつもりだ。それで、あんたにもついてきてほしいんだ。見た通りだ。そうしないと本気だと信じてもらえないんだ。乱暴するつもりはないが、ただダーシーにつきまとってほしくないだけなんだよ。わかった。手を貸せよ。そうか、よかった。あんたと一緒にいるところを見ればクックが手を引くことは間違いない。なんでだ。さあ行こう。じゃあ行こう。話をするのはあんただ。こっちはそばにいて威嚇するだけ。よし、わかった。行こう。おどすのを手伝うの。ひでえな。お、行こう。グッドネイバーに行ったか。あそこはやばいぞ。グールや薬中野郎だらけ。グッドネイバーってどこだ。帰ってきてんじゃん、奥さん。どこへ行くの？心配することはないさ。ならいいわ。よう。今よりもっといい人生を送るはずだった。そうなのか。行こう行こう。お前が町中で聞き込みを行っていると聞いた。まったく、ダイヤモンドシティのアホ探偵が2人いや、俺聞き込みしてねえよ。楽しんでるだけだよ。また酒場に入ると思う。あれ？ん？くっそ。騙された。分かった。店を閉めるだけだから。話がある。なんだよ、ボール。今度はなんだ？黙って話を聞くときだ、クック。一体これは何なんだ？ここで何をしている？まさか、あんたを雇って脅かしに来たんじゃないだろう？そう、そういうことです。そう、歩いてかれると返事ができないんだけど。
その通りだ。その通りだ。これからはポールの言うことを聞いた方がいい。あんたは間違ってるよ。こんなことに関わるなんて。ポールの話は聞いてるよ。今度は何を言いたいんだ。これだけだ。ダーシーには付きまとうな。今後一切出ないと。とても悪い考えだ。銃を向けない方がいい。撃つつもりじゃないのならな。撃たないとでも思うか。あんたを殺さなければならない。それがあんたの言いたいことか。落ち着けよ。ポール、銃を収めるんだ。撃ち合う必要はない。そう。待てよ、きっとうまくできる。話を続けろ。聞いてくれ。今後ダーシーには近づかない。そうだ。もう終わりにする。約束する。約束？お前のそんな言葉に何の価値がある？いや、あるだろう。え？埋め合わせはするよ。たくさん金を稼ぐ方法を知ってる。また金か。今すぐにでも。知っているように、ダーシーがここに来る唯一の理由はあんたに腹を立てているからさ。もう一度水に流してやり直すなら全てが違ってくるだろう。もちろんあんたには借りがある。自分のしたことに対してだが。な、どう思う？いいね。お互いにとって良さそうだな。確かにそうだ。実を言うと、もう一つの違う事業をやっているんだ。一つはネルソン・ラティマーが父親の財産を使ってギャングの気分を味わうのを手伝っている。ネルソン・ラティマーって？ネルソン・ラティマーって誰だ？マルコムの息子さ。思い上がったアホガキさ。あ、さっきのやつか。でも便利なやつさ。世界中の金を持っているし、自分を心身する犯罪者の親玉だと思うのが好きなんだ。俺とネルソンはグッドネイバーからやってくる紳士と会うことになっていて、ネルソンの金を薬品に変えるのさ。計画は簡単さ。その両方を頂戴するんだ。待ってくれよ。まず聞きたいことがある。おう、なんだ？なぜダイヤモンドシティに薬を密輸するんだ？ここじゃ薬は違法じゃないのに。そうさ。だがマクドナウ市長は市に運ばれた全ての薬品から大きな分け前を持っているんだ。だから誰もビジネスをしたがらないのさ。そうなのか。そこで俺とネルソンの出番さ。やつは金を出し、俺は調整をする。安い薬品はダイヤモンドシティへ。誰もが得をする。いいことだね。他に何かあるか？でもなぜ今になって急に彼らを。そうだ。最近の話じゃない。ネルソンは自分の取り分にずっと不満を言い続けてきたんだ。一人でも奪い取ることを考えていたはずさ。ちょうどいい機会を待っていたんだ。そしてそれが今だ。他に何かあるか？それだけだ。わかった。仲間に加わるか？いや、クックって誰？さあ、わからないことだらけだしな。信じろよ、できるって。問題ないさ。会う場所はいつも同じ場所で、彼らはいつも同じ数の人間を連れてくる。何が彼らを撃っているか気づくことはないだろう。いや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 、クッコを攻撃。計画は簡単さ。まずお前を殺して、次は奴らだ。こいつは私のだ。なんで？インクスポッツです。なんてこった。なんでこういうことなんの？これそんなことしたいと思わなかったのに。参ったな。死んでいる。クックの体を調べてみろ。金を持っているはずだ。あんたに支払える報酬よりもはるかに多い額だな。うん、そうだな。これで家が買えちゃうわ。やあポール。ここから出ていくよ。あんたもそうした方がいい。誰かに見つかる前に。そうだな、逃げるわ。やべえ、何なんだよ。
よう。あの人にぴったりな安い密造酒を用意します。必要ない。では帰ってください。しんし帰ろう。よ。いやおまわりさん、あのリポーターと仲良くやってるみたいだな。気をつけろよ。市長は彼女に相当怒ってるからな。いや俺仲良くしてねえよ。いいのかな、殺しちゃったよ俺。他に選択肢がないんだもん。